はい、今日はですね、モルモットがたくさん生まれているのでモルモットの、オスとメスを、仕分けするためにケージを1つ買いました、ね、はい、今日はですね、モルモットがたくさん生まれているということで、モルモットのオスとメスを、分けるために、ケージを1つ買いました。こちらが、参考紹介さんのイージーホームエボっていう、ケージになります。横幅80センチで奥行きどうだろうな、40センチぐらいあるのかな、もうちょっとあるのかもしれないけど、まあ、ちょっと大きめの、ケージを1つ、買いましたんで、これを組み立てて、モルモット、もうちょっと大きくなってから分けた方がいいかな。今はまだミルクを飲んでるんでね、お母さんなんで、まあ、もうちょっと大きく分けてからオスとメスを分けてここにオスを入れていくような感じに したいなと思ってます。ちょっと映したってあれどれぐらい生まれてるか。先週ね、7匹生まれたんですよね。なので、すごくたくさん増えてまして、この子供たちがまた、結構早い段階で子供をまた産めるようになってしまうので、この子たちがミルク、お母さんのミルクを飲まなくなった頃には、オスとメス分けて、新しいケースに、入れて飼育したいなと思っています。というわけでこれ開けて、組み立てていきます。はい、こちら今完成しました。これちょうどいい大きさなんですよね。うち90センチのメタルラック使ってるんですけど、90センチのメタルラックの中にちょうどすっぽり入るサイズで80センチなんですね。で、この奥行き、調べたら55センチ。これどうかな、高さが55か、あ、違う、ハイトが55センチだから高さだね。D が、奥行き50センチだね。で、高さが55センチ、これちょうどいいサイズですね。で、いいのがこのスノコがね、半分ずつ取れるんですよ、これ。で、半分ずつ取れることによって、ペットシーツがちょうど入る、ここにペットシーツがちょうど入るんで、半分ずつ1枚使ってやってやるとちょうどいいです。じゃあそんな感じで、モルモットちゃん入れたいんですけど、こいつを入れる場所も作らんといかんから一旦これで止めよう。はい、というわけで、こちらに入っているデグーちゃんじゃねえわ、モルモット、こちらに入っているモルモットの子が、オスですね。この子だけ今のところオスが分かっているので、この子を新しいケースに移動したいと思います。はい、この子、にゃんこ先生ですね、この子の名前は。なんでかっていうと、これ真ん中できっぱり黒と茶色に分かれているから、この子はにゃんこ先生っていう名前にしました。かわいいでしょ、にゃんこ。この子は僕のお気に入りです。お気に入りのにゃんこです。おとなしくてかわいい。じゃあ入れてあげようか。
これが新しくできたケージです。はい、いけ。あれ、なぜかもう入ってる。もうデグじゃん、ここから来た。ここにこうペットシーツを入れるわけですよ。こういうふうにね。まあ、ぴったりサイズってわけじゃないんですけど、掃除するときにこれ入れとくと便利なんで。これ便利なのはね、ここのここをやって開くのと、ここから行けるから、こういうふうに開けられるから、これは便利。はい、というわけで今日はこれで終わろうと思います。よかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。